はい、お疲れ様です。マッピーです。ちょっとね、今日は夜中に動画を撮ろうかなってことで、ちょっと今週ね、いろいろと予定立てすぎて動画撮影の時間取れねえなと思ったんで、寝る前に、いや今撮るかと思ってね、急遽動画を撮ってる次第なんですけども、ちょっとね告知ありまして、って言ってもこれ本当一部の方にとってのあれだけなんですけども、はい、オセロニアンキャラバンの札幌会場が当選しました。来月にね、オセロニアンキャラバンがあるということなので、人生初の北海道上陸でございます。そこも楽しみっていうところなんですけど、まあ何よりね、オセロニアンに会うのが楽しみっていうことなので、来られる方はぜひよろしくお願いします。気軽に話しかけてください。そんなわけで、告知が終わったんでね、今日は無補正ということで、最近お気に入りのこちらですね、金馬入りの魔法デッキの、このなんだアスリンを使っていこうかなってことなんですけど、まあ、トゥールラとキンマムがね両積みできなくなったっていうことですが、トゥールラの方がね2ターン完結で使いやすいのは間違いないんですけど、まあ一貫戦神ターン環境ってことなんで、ちょっと俺キンマムを刺してみようかなってことでこちらでやっていきます。まあ、マジで神ターンが強いんで、あとまあ神ターン以外にもキンマムって普通に強いんでね、キンマムを使っていきます。俺ちょっとトゥールラよりもしかしたらキンマムの方がいいのかもしれないっていうね、可能性を見出していけ、さあ行こうかとか言いながらね、ちょっとわらしべとかやろうかなって思って動画撮ってたんですけど、さっきねマジでもう本当に下手すぎてボスにしました。もう自分でもびっくりするぐらい下手だったんで、ここから頑張っていきます。はい、まあ、一応アスリンは結構好きなデッキなんで勝ちたいよ。相手はなんでなんだで、これジャラニーニーがね、マジで転結いなすぎて、こいつ入れてるけどマジであれなんですよ、マスコット、ただのこれマイティ打っといて、でウィブ出してアスリンですね。とりあえずやるべきはこれジャラニーニの何が問題かって、相手のキャラ依存のスキルなので、後半に使うとしたら火力低すぎるし、チャクラの方は雷撃に当たらないと機能しないっていうねことなので、別に決して弱い駒じゃないんですけど、惜しいなって感じがしますね。でここは OK、 マイティで返せるなって手が OK。まだね、この性能だったら、まあ、スキルの部分を1400の特殊ダメージとかの方が強かったかなっていう気はする。下の部分が特定の相手にしか刺さらないのに対して、上の部分が後半のスキルなんで、そう、この後半じゃないと火力出ないっていうのがなんかな、初手から使ったらよかったんですけどね。 OK、 でここはもうアスリンいっちゃいまして、で相手はなんだ、花鳥風月ってことなんで、罠駒とかシールドがないのでバチコリ削っていきます。 OK、 まあさすがにこのアスリーのコンボビビると、まあぶっちゃけでもアスリーのコンボ自体は相手の HP の 10% なんで、まあ手痛い一撃かというと手痛いけど、強すぎる一撃かって言われるとそうでもないと思うんでね。よいしょ、抑えに行くのは美味しいんで、これ金馬もナイス、いいね、なんだかんだ金馬も強いね。で左ステックスに来る。オッケー。で、言うても、こっからしっかり火力出していけるんでしょうか、私。アルカ打っちゃって。うん、いいですね。で、アルカのコンボ1800、ヨダメが2400、バイセ単体飛ばせねえな、2ターン耐えないといけない。これワンチャン負けるな、E4 コンボ強く来たら。オッケー、よかった、回復だったらまだ全然ある。はい。バイセ。バイセでいいな。よいしょ。OK、あとここさえ耐えちまえば、バイセで倒せるはず。どうだ？あんのか、おめえ。大きな火力あんのか？こいつ、宗次郎だっけな、お前。おお、強いね。見るさ。回復どんなもん。痛い。お、痛い。おお、1400。意外と回復するね。やるじゃん。やるやんけ。OK、いける。これ9200っすね。合ってたら嬉しいな。あー、合ってた。もう、おおむね合ってんね。OKOK。よし、ナイス。花鳥風には、まあ、ここ引けたのがあっちいな。ナイス、ナイス。アスリー結構好きだな。なんか、吉野みたいな感じでかなり好きだな。来月の札幌会場楽しみだな。あ、そうだ、ちょっと聞いてほしい話があってさ、
俺眉毛サロンに毎月行ってるんですけど、月に1回ね。でいつもと違う店舗に行ったんよ。その眉毛サロンってね、結構ちょっと予約取るのが難しい店でさ、でキャンセル待ちとかになってたんだけど、そのキャンセル待ちで行ってきたんよ。で店員さんにね、まあ、その席についてさ、眉毛とかうまいことこうあれしてもらって、参りました。お前諦め早すぎだろ、相当手ごま悪いなこの人。で眉毛やってもらって、で席に着いた時に、お客さんゲーム好きな方なんですかって、なんか不意に聞かれたのね。んって思って、あ、まあゲーム好きですよって言った。で俺それに対して、なんでそう思われたんですかって聞き返したんよ。そしたら、いや、T シャツがね、オセロニアンって書いてまして、あとジャケットにエーペックスって書いてたので、ゲームが好きな方なのかなって思いましたって言われて、ん、ちょっと待ってって思って、俺確かにね、 T シャツはオセロニアン T シャツ着てたんよ。結構ねちょっと部屋着な感じで行っちゃいまして、まあ確かにそこはそうなんだけど、俺ジャケットにエーペックスなんて書いてたかなと思って、まあ実際エーペックス好きなんですけど、やってますし、実際その眉毛サロン行く前にね、なんかアプで入った後だからコントロールとかでちょっと楽しんでたんですけど、そんなことはないんですよ。別になエーペックスっていうジャケットは絶対持ってねえだろうと思って、でジャケットを一回確認したんよ。そしたらアビレックスでしたすいません、アビレックスなんですよっつってね。でそれで、あ、すいません、アビレックスですねって言ったらあ、すいません間違えました、恥ずかしいなみたいなこと言ってて、で俺はそれをで聞いて、まあまあまあそういう見間違いもあるよなと思って、でも言うてオセロニア、エペックスはさておき、オセロニアのこと知ってんだと思って、結構もしかしたら本当にゲーム好きな人なのかなと思って、ゲームよくされるんですかってふと俺もね聞き返してみたんよ。そしたら、いやゲーム全然やらないですよって言われて、えって思って、え、じゃあやったことありますよねって聞いたら、あ、そうですね、ゲームはだいぶ前に PSP で無双オロチをやってましたねって言われてえ、無双オロチって思って、俺めっちゃ渋い選択するやんと思ってさ、まあ、ビビったわ。うわ、待って、それダリーな。お前そこで乱対行くの、ディスティニードロすぎんか、やばいて。いや、初手ロンレイの時点で怪しいと思ってたけどさ、でも王でそこはかき消されとるんや。俺が一番ビビったのはそこのトップ乱対なんだけど、やばすぎだろ。いや、これやべえな、 S5 は2枚切ったけど、あと神明でしょおそらく。まあ命令の可能性もなきにしもあらく。でそれでね、その無双オロチっていう答えが飛び出た瞬間、ちょっと漫画の一コマみたいになっちゃうんですけど、俺面白い女って思っちゃいました女性のスタイリストなんですよ。で別にね、無双オロチを女性がやってるっていうのも俺の中では割となんか珍しいなって思ったんだけど、でもさ、そもそも無双オロチ自体がさ、結構そのなんていうのかな、渋いじゃんなんかこんな言い方するとね、ムソロチ好きな人にはちょっとあれですけど、なんかその選択がなかなか渋いとこ行くなと思ってうん、まあそんなわけでね、そっか、ムソロチ好きなんだと思って、あとスマブラ好きですよって言ってたんですけど、いや、そのどう考えてもムソロチとスマブラの出すタイミング逆じゃねって思ってさ、おー、まあでも相手、てか相手めっちゃ引き強かったな。王と神明持ってて乱対引かれたっていうね。全然初手参りましたする手駒じゃなくね。まあまあやられたわ。どんまいどんまい。ってことで、いや、スマブラ出した後に無双オロチなのかるけど、無双オロチ出した後にスマブラ出したものだから、さて本当に無双オロチ好きだったんだなと思って、ちょっとね、面白いよなって思っちゃった。無双オロチかよっていうね。いや、さっきのどうすればよかったかな、あれなんで D5 にバイス行ったかっていうと、正直シェンメイは来たらもうあその段階では勝ち目って結構薄いんですよ。金馬も張ってるとはいえ、王のバフが高まるばかりなんで、あれはもうシェンメイ来ないことをお祈りするしかなかったんですけど、あそこのバイス打つとどうなるかっていうと、相手はバイスを取ると 1.8 倍の3枚打った後の動線っていうのがなくなって、でこっちから動線を組めるって形になるので、左下 X に打つのもありなんですけど、もうあのバフの書き方だったら最終的にシェンメイ引かれる方が絶対に勝てないので、もう割り切って D5 行ったんですけど、まあ残念ながら引かれましたね。どんまい。いや、乱体がダメだったな。そこ乱体さえなかったら全然あったな。捕食の量もだいぶ下がったし、シェンメイの火力も下がったし、やっぱ乱体って 1.3 倍強すぎるな。まあ俺が使ってるデッキがね、暗黒に対してちょっと火力っていうのがね、
出すの、まあ、若干の難しさがあるっていう感じのところではあるのでしょうがないんですけど、まあ、あとは呪い、うん、そうだね、相手鱗入ってなかったしな、全然まだ、うわ強すぎ、これ取るしかないわ。いやそのマモン強すぎるな。でもこのマモンね、悩む、なんかあの何の躊躇もなく打ってきたから、これ村正引いてますね、やばいな。けどこの吸収強要したら絶対火力足んないんで行くしかないっすね。でもこの金馬も晴れたってこと自体は悪くない。無双オロチ懐かしいな、俺もやってたから分かるんだけどね。対抗棒ってキャラ結構使ってた、対抗棒めっちゃ使ってた。なんか中国のあの神話のに登場、神話っていうかそういうのに登場する感じのねキャラクターなんですけど、小説かな、方針演技っていう、そもそも俺漫画の方針演技がめちゃめちゃ好きなんで、対抗棒が好きなんですよ、そもそもですけど。なんですごいね、よかった。これミスったな、あの A4 当ててよかったですね。ここファビオは弱いですね、はっきり言ってちょっとミスったな。ここあ、オッケーオッケーオッケー、そっち進行するならまだまだありがたい。でこれ左ステック吸っちゃうと D6 打たれちゃうので D5 に行くしかないっすね。おー、バホメット引くのナイス。ちょっとここ考えます。エンデが打った場合1000ぐらいダメージが返ってくる、バホメットを残すべきかどうか。ぶっちゃけバホメット残したいな。これ追い罠されるとやばいんですよ、ここあの罠で、罠を追い抱きされるとまずいんですよ。なんでこっち行くしかないですね。でもこれ D6 ご利用してもワンチャンなくもねえな。あー GG 負けですこれ。多分耐えないな次。うわー、いやでもロック行くしかねえなこれ。ロック行ってなんか本当にめちゃくちゃ手駒が弱くなるしかないですね。あ、いや無理だな、左セックス打たれたらこれバイセル、いやバホメットならいけるか、 6% ダメージ、いやバホメットならいける、いやー2枚返ししかないのが無理だな。 D6 打たれたらもう終わりか、左ステックスだったらワンチャン、あどっちみち無理ですねおいみんな強いって引け、 S 全部引かれちゃった。いやドンマイだな。いやでもあそこファビオ A4 に当てたとて村正打たれて、でしかも春丸まで引かれてたから多分無理だな。あそこの悩まずマモ打ったのは正直もうなんか嫌な匂いしかしなかったんですけど、的中したわ。やべ2連敗しちゃった、勝てないよ勝てないよ。まあ最近マジでシズマ勝てないですね正直。みんな勝ててる人すげえな。まあ多分ちゃんと強いデッキ使ってる人もいるかもしれないんですけど、俺ねちゃんと強いデッキ使ってこれなんでしょうがないですねマジっていう感想をね、この今の対戦相手の人がやってくれたな。今から対戦するんですけど、みんな強すぎとか言ってるけどこれわかるわ、俺も思うもん、みんな強すぎだろ。俺 S 引かんと勝てねえかな基本的に。いろいろ言ってるけど公爵垂れてるけど、あの負けは負けなんでね。D5 バファメットの方が良かったかなさっき。でも春丸打たれたとファウスト絶対耐えれてねえな、あの特殊罠何あれ帰るのがなかったとしても絶対勝ってねえな。さすがにちょっとフェリー相手に大きなダメージはもらえねえな。これこっち行こう。で、引き見てからだな次の。おお X 来るか、ってことはこいつ踏みじゃないですね。うん、グラッキーの可能性はさすがにないと思いたい。ここ割かし好み出るところだね。まあ、C5 ぐらいでいいでしょ。E1 プラもありなんですけど、そこまでこだわらなくていいかな。ナイス。で、まあ、乱体とか引かれてるわけじゃないので、1.8 倍も全然共有できますよ。よしよしよし。で、ここ。守護か。もう一枚罠があるかどうかですごい変わるな、これ。相手のキャラゴマ1枚につき 3% か。アスリン打つかバフォメット。いや、もう一応バフォメットにしよう、ここ。うん。まあ、一応、踏み罠の可能性もね、
ゼロじゃないんでバファメットにしときました。あとコンボがバファメットの方が強いんで。おお、グレリオ、この代償でかいね。美味しい。エランタ引かれてないし、右下 X で良さそうに見える。うん、言っていいな、これ。言っていい。 1.6 だったら2ターン耐えれるね。よいしょ。 OK。 いや、ランタ引かれてないのマジでハッピーだわ。ハッピーハッピー。 OK、 罠追い抱きしてくる。で、ここ、はい、あー、神最強です。一番強いです、お前が。で、これで OK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 、 金馬張って、うん、勝てるね、これは。もう負けの要素はない。左上 X あたりに打ってもろて、ダブコンで終わらさせてください。お願いします。 F3 でもいいですよ。 B3 か C2 に打つと OK、 軽く抑えられるけども。OK、 7600くらいだな。いってらっしゃい。よいしょー、よいしょー。ん？あ、 1.2 倍忘れてた。2万円返してなんだね。 OKOKOK。 いや、勝ちたい勝ちたい、こっから勝ちたい、マジで勝ちたい、もうマジで勝ちたい、頼む。もうちょっとアスリン頑張って。まあでも実際アスリンあれだな、高校とか引いたら強そうだけど、先行辛いな多分。負けてるのは全部先行だもんな。ボーダー、あー、この人ワートリ好きな人なんだ多分。ボーダーが好きなんだきっと。レイバーは全て殺す。レイルアウト、エルベ。はい、うーん、まあ悪くないですね。よいしょ。危険なマカロンで、アスリンね。あー、ちょっとそのオーラ引いてんのマジでなしにしてくんねえすか。オーラやめましょうよ、きついよ。いや、オーラやめましょうよ、きついよ。あ、いい火力ではあるな。マジでオーラきちい、やめてくれ。いや、強えな。おい、勘弁してくれ、頼む。ちょ、オーラほんとやめよう。よえー、X とかさすがに打てないな、これな。で、相手は X 来る。ワンチャン取った方がいいんかな。C6 マイティのコンボ、本当に弱くて、マジで怖いんだけど。いや、取るしかねえ。さすがにそいつは取るしかねえ。でも、さっきと同じ展開なんですけど。さすがにおめえは、あ、強い、それ引き、マジでナイスすぎる。いや、このウィーブは世界救うぞ。いける、このウィーブマジで世界救う、でかすぎる。で、 A3 に何撃ってくるかだな。はあ、脱毛すか、ダリーな。いや、考えよう。ちょっと待てよ、さやか引く。いやー、 B4、 いやー、ダメだな、 D6 当てられるな。だったら D5 に素直に打っといた方が吉だな。 B4 さやか打とうと思ったんだけど、 D6 当てられて、で、脱門の、あの火力をね稼がれるんでダメっすね。で、この倍率を取らせて OK で、ここでさやか、いや、取られるな。いや、ちょっと待って、冷静に考えよう。ここロック打ってからエンデガで飛ばせるならそれでいいんだけど。2900ダメージ。おっ、バフォメット引くのか。ちょっと待って、ロックで、3900の、2900でしょ ?2000 入っ
て7200。うわちょっと足んない、これバフォメット打つか。いや耐えないと無理だな、この6797。俺の HP 6打ってからだったら多分マイティコンボで飛ばせないんで、これ打つしかないっす。マイティコンボ弱い。いや頼む、耐えてくれ、お願い、マイティ。あ終わった。ちょもうさ、いやーマジかよ、 S こんなに引いたのに負けたわ。やっぱ C6 マイティ弱いな、こうなるよな。いやじゃあもう一回考えよう、今のどうすればよかったかな。 D5 倍星打ったとこ、いや B4 ロック打ってもこっち動線ないから何の圧にもならないんだよな。ってなった場合、えなんで負けたんだろう今の。アイシェからのマモンが削られすぎたんか。あと E6 のリーニも強かった。いやでも言うて俺も S 引いてるからな。じゃあもう一回考えたいな。やっぱ先行きついんかなこのデッキ。なんかきつそうだな、全然火力出てないなさっきから。いや火力は出てるか、火力は出てるけど押されすぎてるな。あーちょっと待ってよ、バホメット打ったの絶対良かったね、あそこ。うんロック打って相手の HP 7200になったとて次飛ばせないんですよ。 100% 飛ばせない。 C6 マイティやっぱ弱すぎたな、あれどう考えても。あれマイティ先般だな、マイティだな。でもあれ C6 マイティ以外打つ子はなかった。いやマイティ弱え、ダメだな、なんかマイティだな、全部マイティに思えてきた。でもしょうがないな、あそこマイティ以外打つ子もないし。でマモンはあれ取らんと いけないな、あれはウィブで D5 打ったとしても A3 にリーニーもしくはあの脱毛打たれてるから結局変わんないんだよ。おなんだそれ、なんでそんな駒入ってんの、おしゃれか。でもこれクリピリ切ってんのマジでやばい、これ絶対 S 穴来るっすね、 100% 来る。クリピリ切ってるってことは S 穴来るっすね。あトップ引きか、え S 穴持ってない、熱っ熱っ、ここ S 穴ないんだ。じゃあ俺アスリン行っちゃうよ。あ手滑った、もうレックス打ったやんけ、手滑った、もう最悪、なんで手滑るんだこれ、 C5 来るやんけー、ワンちゃんやばいって、ここ手滑るのやばすぎ、やってる、やっちゃった、しかも2見えかよ、やばすぎ。あーそこリペアか、きちいね。いやきつこれ、やってるわ、ちょ考える。ヨダメが2700だから返ってくるダメージが1500と4500か。いや打っていい、あ待って俺最下打っちゃった、やべえファビオだった、ここミスった、なんでファビオ打たないの、バカなんマジで、もう最悪なんだけど、なんでここファビオ打たないの、マジで下手すぎる、ごめんマジで、もうなんでここファビオ打たないんや、アホか、なんでサヤカ打っとんねん。でも S2 枚切ったの熱。え、てか、ここ罠打たないの、俺罠持ってねえの、これさては。いや、でも今のなんでファビオ打たなかったんだろう、下手すぎんか。やばいな、俺。引退しようかな。え引き弱い相手。いや、これ勝てるな、全然。おい、なんでバイス引くんだよ。引き弱い相手。いやここバイセ引くのはよ、いや逆に強いかもしれんな。いやこのさやかマジでセンスね、やっちまった、もうこの俺の HP で特殊ななんて受ける、そう特殊なんて受ける状況じゃねえだろう、どう見てもやっちゃやってるわこれ。えでかっ、なんでここられスキル、え待って なんか狙いあるな、どう考えても、えやばい怖いな、これ絶対なんか狙いあるな、なんでそこであれスキルんだ、どういう手駒これさ、ベランジェール来たら負けって話する、6って方がよかったかな。いやでもそれだと似てたほしいいねじゃない、ね、悩んでる、ん
わからん。相手狙い。ビナとかあんの？うわ、S罠来ちゃった。ベランジェールだったら飛ばせないかもってところですね。いや、参りました。本当か？お前信じるからな。俺信じるからな。俺信じるからな。本当だろうな。あ、勝った。よかった。いや、ミスった。マジでリーチのサヤカ。本当にこれ弱い。やってる、マジで。なんでリーチサヤカ打ったんだろう、俺、本当に。打つ前に気づけ。やっちまったわ。ちょ、もう一回行こう。ちょ、まあまあ、もうあれだな。打った後に、あれっすね。あれこれ言っちゃダメっすね。次から頑張ろう。つつりぬお。つつりぬお。どういう意味？これ方言なのかな？つつりぬお。どういう意味なんだろう。え、メフィ来た。珍しい。いや、眠くなってきた。でも勝とうか。勝って目覚まそう。はあ、クソでがため息。それマジで。いや、ファビオでもよかったかな。ここ悩むな。で、初手ベルグ打たれてる状況で、いやー、どうかな。ベルグ打たれてるからこそ、はあ、強えな、マジで。やべえっすわ。ここファビオ不可避っすね。いや、待て、ファビオなのか。ちょっと考えろ。いや、ファビオだな。マゴマ打たんと守護の子も弱い。打っていい。で、アスリンは全然もう後半まで貯めていいな。あえてこれで神デッキ確定したから、あの、罠もたくさん入ってるわけじゃない。OK。で、ここで、ボルト取れるやん。いって。マジでいて。いや、ここどうしよっかな。サヤカ打ったとしたら。サヤカがブラだな。まあ、サヤカでいっか。右下 X になんかゴリ押ししてきたときに、あれっすね。ちゃんとダメージ返せないと意味ないんで。で、金馬。はぁ、お前マジできついな。やべえな、それ。おめえやべえな。やべえな、それはやべえな。ちょ、待って、考えろ、考えろ、考えろ。金馬張るしかないけど。きっち。いや、こっから勝てる気しねえな。マジできついな、これ。どうしよう。でも S3 枚切ってて。うーわ、夏ブランド、やばすぎだろ。いや、バケモンだな。どうしよう。そこで夏ブラはマジでバケモン。バグだろ。バグすぎる。じゃあ、俺も夏ブラ打つしかないっすね。ここアスリン打ったとって無理っすね。でも、これ盤面は結構俺有利っすね。相手これ D1 ぐらいしか打てるところない。で、F2 にアスリン打って。で、罠駒来たらもうジジス。もう罠駒来たら、あ、負けっす、それ。負けたー。お前そこ罠あんのかよ。引き強すぎだろ、化け物かよ。いやー、これ化け物だった。しょうがないわ、打つしかねえ。じゃあな。あー、どんまい。くっそ。お前そこ罠あんのはやばすぎる。まあでも罠なかったとしても、もう12500絶対飛ばせないから無理だな。おい、勝てなすぎる。いや、無理だな。これはさすがに無理だな。いや、どうすればよかったかな。初手守護。でも言うてファビオだったとしても、そんな勝ってねえな。あれ、ファビオだったとしたら、左 X のフェイルに対して、B3、アスリン打てたな。で、ベノムヒールかまして、さやかでかわして、いや、でも無理だな、どっちみち。絶対無理だな。絶対勝てねえわ、多分今の。ブラまで打たれてるもん。無理だ。やばい、今何ポイント？じゃあ、勝ってねえな、全然。俺何ポイントスタートしたっけ、今回。え、俺な、誰と誰に当たったっけ、全然覚えてねえわ。あれだ、暗流に縛かれて、
で、アマフェリにしばかれて、で、今こいつにしばかれて、え、待って、俺4回くらい負けた？え、待って、俺どっからどこ取ったか覚えてねえ。あれ？暗流しばかれたっけ？どっちだっけ？あ、なんか記憶全然ない。あ、待って、暗流。暗流当たったよな、当たった。あれ全然覚えてない。全然覚えてねえや。ダメだ。誰に勝ったか覚えてねえな。あ、だ、あ、メルベにやられた。メルベにやられて。で、シーラにもやられますね、これ多分。シーラ、きつ。いや、でも高校取れてるし、ワンチャンあるな。頑張ろう。やっぱアスリンきついんかな、このデッキ。使いやすくはあるけど、言うてやってることエルロージュと変わんねえもんな。そうきついか。なんかどのデッキに勝ったか、俺勝ちの記憶全くないんだけど今日の動画。俺勝ったっけ。だって初手ベルグレーで打たれた試合なんかあったよな。あれは負けたんか。ダメだ、全然覚えてない。あ、ダメだ、全然覚えてない。な、何にも記憶ないわ。何にも記憶ない。あれ、アンリー当たったっけ。え、ちょダメだ、俺本当に何にも記憶ないんだけど、何にも記憶ない。まあいいや、忘れよう、全部忘れよう。この人倒して忘れよう。仕打ちシーラーで切り持ってのはやばい。うーわ、化け物だって引き強いってやばいって。バホメット切れねえ。どうしよっかな。これ英語にね、あ、今あいつ使えねえな。温泉指輪使えない。でかい。これ温泉指輪持ってますね。でけえ。ここ温泉指輪で出せないのマジででかい。いや、この場合神っすね。でかい。うわ、いや引きめっちゃいい。今勝ちてー、これめっちゃ勝ちたい。いや、めっちゃ勝ちてー、めっちゃ引き強い。こっちデガトバイセを早めに切れるなんて引き強いんだ。勝ちてー。今相手温泉指輪とか、あ、フレーム持ってんだ。あ、てか使えたな。オーバーロードしてるわよくみたいな。まあまあ、でも言うて、はい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 。いや、これでけえぞ、マジででけえ。で、金馬とアスリーの使うタイミングマジで大事だけど、相手 S は2枚切ってて、夏歩きがマジで怖いんだよな。お、リポーズ3枚、S ゴマ3枚目か。え、絶対夏歩き入って、絶対入ってんだよな。夏歩きが来そうなタイミングをしっかりちょっと考えつついかんとダメだな。で、これ右下 X 作る。うん、まあここまでめっちゃいいな。ベルグレードとアルカード打ってたから、もうスキル発動できる駒しかない。 OK で OK、 もうスキル発動できる駒しかねえぞ。ジャラニーニ、うん、おいつ、お前も切っていいな。うん、オッケーオッケー、いい感じ、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。あー、そこ X 打つのうめえな。んで、ここ、うん、ここ金馬張ります。で、オッケーオッケー、いい感じいい感じいい感じ。で、次 F3 で金馬コンボ打って、うーん、そうね、右は取れる感じはするかな。お、結構考えてる。で、待って、 B よ、3枚目か。 S いっぱいあるな、これやばい。うわ、フリジア来た。 S いっぱいあるやんけ。ちょっと考えるわ、これ。E6、
E6 打ったら左下 X あって F3、 あー、いや、一回当てよう。一回当ててから当てて、で当てて右上 X 打ったらどうだ。あ、そっちの歩き来る。あ、ここで角打つんだ。うめえな。いや、それうめえな。相手 B 値入られるんか、俺が A4 打ったら。A4 打てねえな、今。E6 打つ。ちょ、考えるわ。待って待って。さやかある。F3 削って。いや、めっちゃ F3 に見えるな。今削ら、いや。で、取らせて。OK。これ、金馬のコンボ結構出るやん。ナイス。いや、でも金馬ちょっと出したの早かったかな。意外と。まあ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 。OK。あ、待って、これ E6 でよかったな。今 E6 入らないのか、ここで。あー、じゃあ B1 打つしかねえか。あー、まあまあ、いやー、これ結局夏歩きやったら 100% 勝てねえな。100勝てないんだけど、夏歩きやったら。100勝てねえんだけど、やるしかねえ。夏歩きやったら100勝てねえ。でもやるしかねえわ。ここ夏歩き張られたら負けっす。いやー、夏歩きありそう。 S4 枚あと2枚ある。ありそう。やめてくれ、マジでやめてくれ。夏歩きだけは勘弁してくれ。はい、終わった。ワットファ、終わった。これ終わったな。いや、待って、でも意外とまだあるかも。ちょっと待ってよ。こうするでしょ。あー、ダメだ。あー、あ、ダメだね、ダメだね。ん、あ、いや、ダメ、いや、あれ打って、あそこ打って。あ、待って、夏歩きあと2ターンで。あ、あー、そこか、そっか、そこあるわ。ちょっと待ってよ。これ守る。いや、守って、え、待って、守って守護蹴ってんじゃない、これ。守って守護蹴ってんだね。守って守護蹴ってんだ。で、 B6 打たれる。角にアスリン、いや、バホメット、あ、バホメットだね。あ、 OK、 これ勝てるわ。来たわ、これ勝ちだわ。あー、これ勝った勝った勝った、勝ちです。うん、勝てる、勝てるはず。あ、いや、待って、え、ちょっと待って、軽く足りるよな。いけるよね。カード打って、あ、ウィブから打った方がちょっと火力出る。待って、 13% でしょ。5800がコンボ。いや、ウィブからの方がちょっと、あ、やべ、歩きのこと忘れた。やべ、歩きのこと忘れた。やべ、そうだ、歩き忘れた。やべ、ミスターマーメットだった。やべ、間違えた。あ、でもカイクマスの回復力考えたらこっちからでよかったかも、意外と。OK。で、OK。そう、回復マスのことを考えるとこれでよかったかも。これで回復全部させよう、一回。で、OK、OK、OK。で、バホ打つ。いや、どうだろう。いや、そうだな。いやー、まあでも行くしかねえな。いや、いけるだろ、さすがに。いや、これで負けたら俺マジで泣くわ。バホメット打ったらよかったか。いけるだろ。いや、いけるいける、絶対いける、絶対いける。しゃ、ほら、はい、ガチ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。夏歩き持ってるやんけ。あぶな。いや、バホからでよかった。
ったかな。そうだね、ウィブ、いやあのね、ウィブのコンボがね弱いんよ最終的に。だからバホのコンボを夏歩きが終わるタイミングで打った方が良かった感じがするんだよな。だからこれで良かったよね、多分正解だと思う。ウィブのヨダメがあの3ターン入れた方がいいかなって思っちゃうんだけど、あのコンボの火力差が1300ぐらいなんよ。だからまあまあいいや、いや勝ったからいいや、もう殺さかま。危ねえ今のマジで危なかった。頑張ったわ、俺の駒たちみんな全員頑張った、めっちゃ頑張ってくれたわ。よし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 、夏歩きはあそこまでやり過ごした、マジで神、ようやったわ。もう大きにとしか言いようがない。この流れに乗ってけ、これ勝って終わろうぜ。これ風車来るやつだな。今初手ベルグレーで安平すぎる。よいしょ、今の危ないな、さっきの試合本当に。やっぱ夏歩き怖いな。でも今のアスリーの強いとこ出たね、相手の最大 HP で後半削るっていうね、強いとこ出たの、ナイスすぎる。これアスリー打っちゃおうかな、悩むな、ファビー打っちゃおう。まあ今打たなくても強いからな、アスリー罠来なかったらもうねアスリーのね無双するんで。でもコンボ上がってなくない、スキルも熱っ。絶対これ駒あれでしょ、あのレベルマックスの個体でもうスキル上がってないやつ間違えて連れてきちゃったでしょ。いやーマモンかつってか、今日マモンめっちゃ見るな。なんでこんな多いの、ちょっと考えさせて。サヤカ持ってたら 100% サヤカ打つんだよな。でサヤカ持ってないって思っていい。でマイティあるかどうかが怪しいんだよな。まあでも X 行くか、 X 行っていい。でで、リーニーコンボはね、まあ強いですね、はっきり言って。でもコンボ上がってないから最大火力出ねえな。これありがたすぎるだろ、ありがたすぎるだろ。次ウィブか金馬引いたら100点あげるわ。バホでもまあ悪くはない。でもやっぱトゥールの方が強いんかな、金馬より。また相手は絶対トゥールの方が強いんだよな。うわお前マジで引き強いな、それでもそれ火力出なくない、あんまり。こっちキャラコマ2枚ぞ、これでかっ。ちょっと待って、でもなんか引き強そう逆に。うわいや、ブラ行くしかねえ。いや、弱え。弱えって。ここのブラ弱いって。でも、マイティはもっと弱い。いや、でもリリアス警戒するべきだったから。でもリリアス持ってたら絶対リリアス来るか。持ってねえな。で、アイシュ。え？サタンか。うわ、終わったな。これ、サタンだったら多分終わりだな。いや、ここなんか。引かないと終わりだ。はあ、引き弱え、終わった、終わった、これ終わったっすね、終わりっすね。ちょっと待てよ、バイス絶対切れない、ロックも切れないね、夏ブラ。いやこれ終わりっすね、正直勝ち目な、いや勝ち目な、無理だ、角打っちゃおう、勝ち目な。いや終わったー、無理だな、どう考えても無理だな。バイセ切れない、サヤカ打つ暇ない、マイティ切るしかない、で打つ場所もここしかない。 T に打っても右 X 打たれて吸収されるだけだから、相手の HP を相手の削るならこっちの方が絶対。でも夏場発動してサタンで終わるんだよなこれ。いや終わったー、絶対サタンだわ。サタンか、まあサスターシャ、でもサスターシャだったらエニーで打てるんだよな。いやちょっと待って、これ勝ち筋残すなら4000の5300 6500。 いや勝ち筋残るならこうか。
けロックで勝つしかねえか。一応ロック圏内ではある。守護切ってるから防衛駒ないとして、ロック以外ないとして、でこれしかないな。悩んでるぞ。え、はるまるファースト切って悩むとかある？あ、これロックじゃね。え、マジこれ勝てんの？え、これ耐えるよね。え、これ耐え、え、これ勝てんの？ちょ待って、冷静に考えろ。やば、え、勝ったんだけど5660でしょ。あ、ダメだ、そっか、お前特殊変えるんだ。待って、4000に行くの。うわうわ、ちょっと足んねえ、だるすぎ、ちょっと足んな、うわー、ちょっと足んな、その409周通園負けたわ、ごめんなさい。うわ、ちょっと足んねえ、その409周通園やられた。いや、バホの弱いとこ出ちゃったな。でもちょっと相手意味わかんなかったけどな、今の。永遠にハルマルとファースト切んの。え、ちょ、これもう一回だけいかしんない？マジで悔しいんだけど。マイティカード打つしかない。で、バフ打ってロックで勝つしかない。で、まさかの脱毛。うわー、やられたな、今の。マジかー。バイセから打ったら勝ちのパターンだったんか、今の。あい。嘘だろ、今の。え、ちょっと待って、でも不可解だな、それにしたって。それにしたって、あそこビーチ守護は不可解じゃない？絶対ね、あの東野でよかったよね。だからトップ東野なんだよな。トップ東野でしょ。うわ、トップ東野で負けたんか、めっちゃ悔しいな、今の。トップ東野で負けたんか俺。ちょ、今マデッキマジで弱えな。俺トップ東野で負けたんすか。え、ちょっと相手の手が見てなかったけど、ちゃんと。でもそういうことだよな。悔しすぎー。うん、これバホメントやっぱ弱いんかな。ダメな気がしてきた。俺バホメント結構強いと思ってたけど。むずいな。でも結局でもこういうウィブとかね、たくさん引いていって勝ちたいんだよな。お前が一番強いわ。あ、なんかこれさやか回収、ちょっと待って、これさ回収したいね、さすがに。ちょ、考えさせて。うわ、強っ。これはさすがに、これ負けたら引退、マジで。これ強すぎる。よし、しかもよかった、ペレツだ。100しかからん。これはさすがに勝ちたい。おい、なんでアイシ引くんだよ、強いって。やめて、マジでアイシ引かないで。お、引き弱、相手。ちょっと待って、考えろ。落ち着け、こっから勝つんだ俺は。でも HP 減り方えぐいな、こっちの。全然、あ、もうこれ勝ちたい、これ勝ちたい、これは勝ちたい、これは勝ちたいよ、これ勝ちたい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 。でも A3 エルマリエでしょ、絶対今手駒相手引き弱いな。てか、なんか神田とか来なかったな、意外と。もっとあると思ってたんだけど、神田。なんでこんなマデキバカも来んの。俺、環境の読み下手すぎんか。毎回なんか、その想定外 のデッキばっか来るんだけど。俺、さては、このゲーム下手くそだな。環境読み下手くそかよ。うわー、強い。でも金馬効いてるから2手耐えそうな雰囲気するな。バホメってこれまだ飛ばないよね。守護でいいよな、さすがに。ちょっと待って、考えろ。ここ冷静になりたい。金馬効いててまだ耐えれる。いや、耐えれるね、これさすがに。2600しか食らわんくて、呪い込みで単体で7000ぐらい出せるやつじゃないとダメだね。無理だね。バホメ取っていいの、単体7000ぐらい出せるやつじゃないと無理だ。ここ飛ばすの、相手目線。
だったらロックで負けないようにバフメットから切っていい。オッケー。今引き強すぎたね、これは。すまん。でもこれぐらいして、これぐらいやってるけど意外とこの意外とちょっといい勝負っていうね。いや、さてはこのデッキ弱えな。あくまでなんか趣味デッキって感じか。いや、悔しい。8700ぐらいかな。あ、1枚返し多かった。まあ、いやー、すまん、全然勝てんかったわ今日も。ちょっとこんな動画ばっか続いて申し訳ないけど、俺合流すわ。申し訳ねえ。まあでも真剣にはやってるんで、適当にはやってないんでね。一応ちゃんと俺プレイングとかめっちゃ真剣にやってるんで。でも真剣にやって勝てないんで、俺の腕がまだまだ甘いってところあるんですけど。すげえな、この上の。てかサイ君めっちゃやってるね。もう頑張ってんな、俺が見てない間に。ってことで、まあ、このサイ君のね、ほんと6分の1ぐらいのポイントぐらいしかないんですけど、応援お願いします。お疲れ様でした。